7号車森克行、川口ハンデ10。5号車 3.33、 6号車 3.30、 7号車 3.28。 しそうで2へ8が出ました。森克行一番人気、もちろんこの人です。9レースの発走でございます。5秒切ります。3秒前、準決勝 B 第9レーススタートしました。ハンデゼロではほぼ同体、10メートル線から5番の山際トップスタート、森戻る展開。さあここで2番の福田裕二が牧野をまくろうとしています。ここで2番の福田裕二の主導権になりました。森の攻めが早いか。この1周3コーナー一旦待ちました。2番手には牧野、3番手に山際慎介、森が現在4番手、アウトコースから中野がつけています。競争は2周目で入りました。2番の福田裕二がレースをリードしています。1番の牧野がぴったりマーク、さらには5番の山際慎介はどのように攻めるのか。先頭を一瞬狙った1番の牧野でありますが、福田裕二が壁を作っています。先頭福田、2番手牧野、3番手に5番の山際慎介。ここでインコースから森克行、間を割るようにして5番の山際を捉えました。この段階で10メートル線から追い出し統計を握っています。さあトップ争い、内を狙った牧野は再度入りきれません。外から揺さぶるのは森克行。4コーナーの立ち上がり、森のまくり、食い止める牧野。残りは3周回、いったいった森克行が2番手上がっています。かなり力強い推進力が森にはあります。逃げる福田裕二、仕留める森克行。森がここで先頭に立ちました。2番手は福田裕二、さらには牧野の内を攻めてくるのは6番の中野。4コーナーでは3番手に上がってきています。残りは2周回終盤戦、森が先頭だ。2番手は福田裕二、6番の中野の追い足も結構目立っています。さあここで2番の福田を捕まえました。この9レースからはたった1人が優勝戦の切符を手にします。その最短距離にいるのは7番森克行。残り1周ブルーフラッグを通過しました。気がついてみればご覧の大差をつけています。森克行は先頭だ。リードを開いた2番手は6番の中野帯人、3番手は2番の福田裕二。最終コーナーに向かいます。抜群のレース内容、森克行、2番手は6番の中野、3番手は福田裕二。勝ったのは森克行。1つ目の準決勝から優勝戦一番乗り、森克行。競争タイム 3.386、 3.386、 通算686勝目を挙げました。森選手、1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式、7番6番620円、3番人気。2連勝複式、6と7の組み合わせ、580円、4番人気。3連勝短式、7番6番2番2050円、7番人気。